くれたまさんぽ。江戸前寿司は卵から食べるのが通らしいよね。そんなことに縛られないで、食べたいものから自由に食べればいいんだわ。江戸前寿司は海苔で縛られていないだけに自由な考え方だ。でも逆に何から食べたらいいのか。うん、理由もある意味不自由なんだわ。グレタマ YouTube チャンネルメンバーシップ物好きの会始まりました。グレタマの部屋をリニューアルして24時間配信中。チルってる音楽とともにいろんなグレタマを見れちゃいます。チャット欄とか覗きに行くかもしんないし、行かないかもしんないんだわ。でどっちなのさ。他にもライブ配信のアーカイブが見れたり、メンバー限定の投稿が見れたりもしちゃいます。詳しくは概要欄をチェックしてね。物好きだねー。